皆さん、こんにちは。今回はアーケードゲームから MSX に移植されたシューティングゲーム、グラディウスのセガサターン版をやってみようと思います。言わずと知れた名作横スクロールシューティングだな。当時はアーケードゲームの完全移植が、家庭用のハードでは難しかったのは MSX も例外ではなく、このオープニングでももそうだけど、厳しい制約の中で工夫して作られているそうだよ。かなりグラフィックが綺麗だな。それでは、早速始めましょう。おなじみの音楽から始まったわけですが、ストーリーはご覧の通り。グラディウスは星の名前だったんだな。そうだね、惑星グラディウスを救うためにビッグバイパーがバクテリアン軍と戦うんだよ。赤いアイテムがエネルギーカプセル。これを集めて欲しい装備の時にパワーアップボタンを押すと、磁気が強化されるよ。操作方法は、十字キープラス2ボタン。ボタンはショットとパワーアップに分かれていて、ミサイルはショットボタンで同時に出るタイプだね。アーケード版はミサイルボタンもある3ボタン制なんだよな。うん、でも当時の家庭用ハードはボタンが少ないからこの形式が多かったね。パワーアップについてはこんな感じなんだけど、特徴的なのはミサイルとレーザーが2段階まで上げられることかな。あと、オプションは残念ながら2個までしか付けられないよ。ファミコン版も2個までだったなぁ。ファミコン版といえば、この火山の隙間を通ると点数が入ったはずだけど、MSX 版では、アーケード版と同じ点数は入りません。ただ、ここで通っておくと後でいいことが起こるよ。鉄キャラの色が単色なのは気になるが、ステージ構成は結構アーケードを再現しているな。色に関しては MSX の仕様で仕方がなかったみたいだね。MSX 版の一面の攻略としては、とにかくオプションを2個付けることを優先。そうしないと、最後の火山が厳しくなってしまうんだよね。エネルギーカプセルを集めるのがアーケードよりも難しい気がして、一面で死ぬことが多かったけど、オプション2個とミサイルを取るようにしたら安定しました。レーザーはなくても OK。火山の噴火口のすぐ横で待つパターンもあると思うけど、個人的には左上が好きかな。おなじみのボス、ビッグコア。グラディウス1といえば、大体のステージのボスがこいつだな。アーケード版と弾の感覚が違うのか、ちょくちょくやられることがあるんだけど、正面に立たなければ基本的には問題ないと思います。そして、2面へ。2段階までパワーアップできることもあり、ダブルよりはレーザーの方が強いんだけど、後の展開を考えてここでダブルを装備。ダブルは連射が効かないから弾幕が薄くなってしまうんだよな。2段階までパワーアップできたら強かったんだけど、処理能力の限界だったのかな。2面も結構アーケードに近い感じだな。残機が増えたね。点数による残機の増加は、10万点ごとのエブリエクステントだよ。エネルギーカプセルは500点なので、エクステンドのためにフルパワー状態でも回収したくなるけど、無理はしない方がいいかも。MSX 版は特に復活が難しい気がします。ここには絶対にノーミスで、ダブルを装備したフルパワーアップ状態で期待。この先の、一見行き止まりに見えるポイント。ここに隠しステージへの入り口があります。ここはね、一見ボーナスステージのように見えるんだけど、
家庭用にはこういうカッチステージってよくあるよな。それか、他のシリーズと比べて難しい気がするんだよね。その理由が、ここからの大量の細胞機体、一直線に細胞を壊すだけだと壁にぶつかって必ず死んでしまうので、装備によっては詰みます。なので、ここまでに必ずダブルを装備したいね。オプション操作が上手ければレーザーでも、いけるのかもしれないけど、安定を取るならダブルを取りましょう。は1アップだけど、無理に取ろうとすると死ぬので気をつけて、死んでしまうと普通に次のステージから装備なしで復活することになるので、1アップよりも装備の維持が大事だと思います。ボスなしでステージを飛ばせるのは楽でいいな。そこそこのアイテムを取っていくだけでも、結構残機が増えるしね。エクストラステージに入るのは攻略の上で重要なポイントになるよ。ダブルは使いづらいので、レーザーに変更。お、青いモアイだ。上下の無限ループはないながらも、モアイステージはちゃんとあるね。この背中合わせになったみたいのモアイが重要。はい、2回目の背中合わせのモアイが出ました。その間に、2個目のエクストラステージへの入り口があります。モアイステージを飛ばせるのはでかいな。難しいからね。モアイステージで死んだ場合、復活が成功した試しがないよ。ここは初見なので、ルートが全くわかりません。まあ、とりあえず死ななければいいかなと。そして、4年へ、もう残機銃かよ。復活が難しいところで死ぬと残機なんて飾りになってしまうけど、あるとやっぱり心強いね。アーケードでも有名な逆火山ステージに突入。ここの音楽は人気だな。一面で触れた火山の隙間のことは覚えているでしょうか。遠くてもボーナスはないけど、後でいいことがあるっていうあれか。うん。このステージでも火山の隙間を通っていくと、2個目の火山の隙間を通ると、エクストラステージへ行けます。合計3個の火山の隙間を全部通ればいいんだな。ここも初見なので、ダブルにするのを忘れちゃった。
もう一アップか。まあ、難所の4面で死ななかっただけよしとしましょう。そして、ステージ5へ。ここからは、MSX 版のオリジナルステージだよ。おお、外国ステージか。後のブラジムスシリーズやパロディウスにも影響を与えたのが、このステージだったんだな。アーケードの完全移植もいいけど、こういう家庭用オリジナルのステージもいいよね。ここは全体的に硬い敵が多いので、重装備じゃないとかなりきついよ。MSX 版はやり込んだわけじゃないけど、アーケード版と比べると復活が難しいので、いかに装備を維持するかが重要な気がしたよ。やり込めば復活パターンもちゃんとありそうな気はするがね。私はアーケード版のグラディウスシリーズはクリアしてきているので、家庭用移植版は大体すぐにクリアできてしまうんだけど、この MSX 版に関しては、なんか独特な感じがして、結構苦労したよ。MSX のシューティングはスクロールがカクカクするからな。グラディウスは工夫されていてだいぶ滑らかにはなっているそうだけど、それでも、ちょっと慣れが必要な感じはするね。でも、グラディウスとしての面白さはちゃんとあるよ。この中ボスは、アーケード版2面のザ・ブラッシュみたいな感じかな。フル装備なら画面左端で敵をよく見れば楽にクリアできるよ。ここからは、よくわからないけど適当に。画面中央に陣取っていれば問題はないかな。ボスはやっぱりビッグコアなんだな。そして、ステージ6へ。ここは、アーケード版のステージ5に相当するんだけど、さっきの MSX 版の追加要素であるステージ5は、純粋に追加されたステージなんだよね。と言いますと、アーケード版が家庭用に移植される際に、完全移植は無理だからステージを削って、家庭用オリジナルステージと差し替え。ということはよくあるんだけど、この MSX 版は、アーケード版の7ステージプラスオリジナルステージの、全8ステージなんだよ。ええ、そりゃお得だ。初期種ステージは、アーケードではダブルで行った方が良かったと思うんだけど、MSX 版はどうなんだろうね。ダブルが弱すぎて、2段階あるレーザーの方がいい気がする。結構弾幕がきつくなってきてるな。バリアは欲しいところだね。
ギッツコアさんは弱って癒されるな。ステージ7へ。ここはフル装備なら特に問題はないでしょう。そしてボスなんだけど、私は普通に倒してしまっているけど、どうやらここにエクストラステージへの入り口があるらしく、復活時はここに入った方がいいかもしれませんね。怖くて入ったことはありませんか。4個あるうちの最後の1個の入り口か。そのようだね。そしていよいよラストステージへ。空中戦終わるの早。グラディウスシリーズの最終面といえばやっぱり要塞だね。そして要塞といえばダブルが強いことが多いよ。まあ入り組んだ地形が多いしな。ここは後ろから敵がたくさん来るので、なるべく中央に位置取った方がいいかな。やっぱ音楽いいな。アーケードとはちょっと違うけど、これはこれでいいね。ここのハッチは敵がワンセットしか出てこないから、無理に壊さないでもいいかも。残念ながら電磁シャワーはなく、最終ゲートへ。ここはスクロールが止まるので、一旦落ち着いて片方の触手を壊した方が良いかと。急いでシャッターをくぐってラスボスへ。グラディウスシリーズ伝統の無抵抗ラスボスだな。これで MSX 版グラディウスのノーミスクリアとなるわけですが、この MSX コレクションを買った当時はあまり好きになれなくて全然やり込まなかったんだけど、今回ちゃんとやってみると、しっかりした作りでちゃんと遊べるいいゲームだなぁと思いました。MSX のコナミシューティングは評判のいいものが多いからな。他のシリーズも機会があればやってみたいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。